押したあもうなんかこれ、えー、と配信のボタン押したんですよね。はい、なので、あので始まってる、流れてるっぽいです。はい、すみませんあの、視聴者の皆様、お待たせして申し訳ございません。流れて、えー、あれリハックのチャンネルで流すんですよね。そうリハックののチャンネルの えっとー、なんか生配信のがありまして、そうい見ても出てない気がしますけど。え、嘘限定公開ですか、これ。<laughs> いや、そんなことないはず。マジっすか <laughs> リハックのチャンネルを僕リロードしてるんですけど、出てないリハックの、あ、でも一番上に出てますよ。リハックのホームっていうとこやると。あ、消滅記念まったり出すな。あ、これっすかそうです。<laughs> ああはい、あなんか、そっかご、後藤さんのサムネイルだったから、後藤、違うのかと思った。後藤さん、途中から来てくれるらしいですよ。あはい、了解です。そうなんですよ。す,すみませんあの、視聴者の皆様、本当、お待たせしまして、おちょっと開いてみよう。おいありがとうございます。後藤さん、どこ<ん>その、12時になってから、あの閉じるのかと思ったら、もう閉じてるんですね。いや、俺もちょっとシンデレラみたいに、あのドラマチックにいけるのかと思ったら、意外にあっさり営業時間内に消しやがったよ。<laughs> <laughs> <laughs> いや、なんかその、10時半とかから始めるから、まあ、30分くらいやって、残り1時間で見たいコンテンツを皆さん見てくださいみたいな、振って終わるのかと思ってたんですよ。いや、なんかなんのお知らせもなく閉じましたね。あでも、すごいですよね。100万登録超えてるチャンネルで、テストっていうの、あ <laughs> のとこ、なかなかないですよ。いや、そうなんですよこれ。視聴者の皆さんも、ぜひあのご覧いただいて、日経テレ東大学って検索すると出てくるんですよ、まだログで。ログっていうか、なんかの検索に引っかかって。テストっていう 100万人登録されて1個もコンテンツが置いてないところなんです、それが日経テレえ、まあそういう意味でではは廃墟感すすごいすね <laughs> いねや、廃墟感すごいし、100万人いて何のお知らせもなく閉じるチャンネルって、結構前代未聞で熱いですよね。<laughs> まあ、なんかやらかしたチャンネルがあの強制的に閉じられるとかは今までいっぱいありましたけどね。<laughs> いやなんんか今視聴者の皆さんも うさぎ猫さんみたいな人が草津旅見てる途中ばつっと消えましたみたいなのあるんですけどおお <laughs> <laughs> すげーええ、どうですげえでも <laughs> なんかほら高橋さんちょ思い入れがあったチャンネルがこんなしょうもない消え方をするっていういや俺もなんかあっけなさすぎて笑っちゃったよ逆になんかあ <laughs> <laughs> ちょっと自分泣くかもみたいなとこあったんですかいやなんかもうちょっとドラマチックに演出してくれればですね あのやって、それこそ日経データの最後の配信で言いましたけど、うん、なんか平井堅じゃないけど、なんかああいうさしんみりした曲でもこう聞きながら見てたらさ、鍵をかけてみたいなのあったらさ、しんみりしたけど、うん、急に営業時間内にテストみたいなのっちっ <laughs> 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 何時頃テストになったんですか <laughs> でも、俺、夕方見て、テストだった気がしますもん。 あそうなんですね。ああ、じゃあ結構早めに営業時間な早い、ね。だから多分、ち,ちゃんとしたこう会社員みたいな人が営業時間内に、あ <laughs> ちょっともう16時だから消すかみたいな。18時に帰らなきゃいけないし <laughs> 時。よし、消えてるみたいな。苦情なしみたいな。はい、<laughs> <え>そんな感じだと思うんだよな。皆さん、見てくれましたか最後。なんかなんか結構でも、ひろき昨日、最後ですよっていうふうに、当然、俺、別にも公式に発表する立場にないから。 なんかいろんなリークいっぱい来て、ちょっとあまりにリークいっぱい来るから、これはなんかちょっとせっかくだしいじるかと思って、ツイッターでちゃんとね、あの今日消えますよって告知して。<あ>僕は。高橋さん情報以外で消えるっていう情報は出てないんですね、じゃあ。じゃないですか、本当すひっそりこの世から抹殺しようとしたんですよ、やっぱりね、なんかこう、う日の目を一切こう、ひわって。まあでもなんかその、あのチャンネルを消すことについてどうなのよっていうのを、なんかファンドが騒いで。 株主総会に提案が出るみたいなニュースがありましたけど、うん、どうなんですか、高橋さん。いやさそれに対する。ちょっとテレ当の回答冷たくね、取締役会の。投資ファンドが三十億円の価値ですっつってんのに、それに対して,て。<laughs> そんな価値はありませんと、お前それは <laughs>。ちょっとひどいんちゃうかみたいなところあるじゃないですか。<laughs> まあ、高橋さんの仕事には、そんな価値はないと。いやいや、あるだろう、三十 <laughs> 億の価値は、ほん、三十億って、十億ぐらいはあるだろうと思うんですけど。 はいはい、あれなんかちょっと結構また笑っちゃいましたけ、ね、ど、面白かったですよね。そんなに価値ないんだったらね、まあ、やんなきゃよかったんだけど、その中ちゃんあるよ、そ,<う>んそんなに価値ないんだったら、安く譲ってくれればいいのにって思ったんですけどね。そうなんですよね。だったら買うよっていうね。<laughs> そうですよね。で、それでークで買うっていう人がいて、買ったらークでもかったわけですからね。<laughs> まあでも、本番の株主総会が今後あるので、そこでどうなるかっていうことなんですかね。うん、俺、テルトの株持ってねえからな。何も言う権利ねえんだよな。<laughs> ちょっともう間に合わないですかもう間に合わないし、やっぱ1株の俺、やっぱ変えって2、3株だと思うんですよね、本当、金ないから。まあでも一株でも別に十分嫌がらせにはなりますよ。いや、会場に俺行ったらつまみ出されるだろうぜ <laughs> いや、株主つまみ出されたら、それこそもう訴訟で大勝ちですよ。<laughs> いや、大勝ちかもしれないけどいや。だって特定の株主を排除するって、<え>株主総会でそれぞやるたび成立しなくなるんで。そうですけど。はい 俺意外に総務部の人とかめちゃくちゃ仲いいんですよ、ちょっとこれ言っていいのかな意外に今,今どこか分かんないけど、佐久間さんの奥さんとか総務部のあたりにいたりするから、迷惑かけて佐久間さんと仲悪くなりたくないんだよ。<laughs> 生々しいな。<laughs> 人間関係だらけですからね。18歳いたら人間関係だらけなだ <laughs>、まあ。そうですね、基本みんな大体誰かの知り合いですもんね。<laughs> そうなんですよ。 ひろゆきさんなんかなかったんですか<ー>思いなんか視聴者の皆さんは「リハック旅」の草津見たとか、うん、それこそなんかあの初期にやってた AKB のやつ見たとかなんかこれ見たみたいあのサンシン池崎さんも亡くなっちゃったじゃないですかあんなのもサンシャイン池崎さんなんか後方もなく消えましたよそれこそ俺さこれ謎なんだけど、うん、DH とか AKB の事務所とかに消すっていう連絡いってんのかなちょっと聞いてみようかなこの場で。 言ってないんじゃないですかだって、高橋さん以外チャンネル消えるって言ってる人いなかったですよ。日系、ちょっと、DH に聞いてみますね。日系テレ東大学のコンテンツ消えるって連絡ありましたって。消えるって。だからまあ、気になるのは、そのまあ、自社コンテンツはいいと思うんですけど、お金もらってる PR 系のコンテンツが、本来いつまで表示しますとか、多分契約をしてると思うので、その契約がどうなってるかですよね。いや、だから俺すげえ怒ら,怒られたんですけど、 怒られても俺法的責任問われないようにやってるからいいんだけど、うん、で昨日ツイッターにちょっと滑ってた、あれ、実はあれなんですよね。今日消えるってところよりも、俺すげえなと思ったのは、うん、Google に頼むと再生回数そのままに他のチャンネルに移せるんだっていうのが、うん、大企業ってすげえなと思って。いやー、あれはできないと思いますよ。いや、俺できないこと言わないよ。それだから、そういう証拠付きのリークがない限り、俺そういうことを表に発信しないから。 <laughs> まあでも高橋でですからね <laughs> でもそれをばらしたことですげえ今日、うんとこね、ちょっと本当鬼レンテレ東の人から、まあ、ちょっとあんま具体的に言えないけどすげえちょっと偉い人から鬼レンガってきてこれは絶対言,わ言っちゃまずいんだって言われたからもうこれ以上は言わないあそこに書いたところまでも言っちゃったから言うけど <laughs> そんな言っちゃいけないラインはあるんですね <laughs> でも言っちゃいけないラインで言っちゃったところまでしょうがないに言っちゃったから,だからこれ以上は,言,はい、はい、言わないようにするけどほう すげえよなー。<laughs> 相変わらず高橋さんはギリギリのラインを踏み外していきますよね。<laughs> うんだやっぱね、会社と会社の契約だから、本当はね、その会社にいる人はばらしたら機密を外に流したことだけど、俺、その会社の人じゃないからね、全然いも関係ないですけど、<laughs> 高橋さんが昔なんか、アフリカかなんか旅をしたときに、<laughs> うん、紙袋にパンツだけ入れてきたっていう話を聞いたんですけど、それ本当ですかえ 紙で準備を全くせずにパンツだけ持ってきたっていう。<laughs> なんで知ってるんですか、それ。誰か言ってましたあやっぱ本当にそうなんですか、うん。それは多分言いふらしてるっていうか、うんまあ、よく面白いお話してくれるのは、かみでくんっていうあのハイパーハードボイルドの人。ああ、はいはいはい。が、僕となんかアフ,アフリカっていうかね、ソロモン諸島っていう国があって、そこ、うんうん、に、まあでも僕、いつもそうだったんですけどあの、紙袋に本当にパンツとかだけ入れていくっていう。 どういや、他に持っていくもあるじゃないですか。着替えない、着替えない、本当一切。二週間、だ、臭かったと思う、正直。アフリカ、確かに、日本にいるときも着替えないから、うん、まあ、そうなんだろうなとは思うんですけど、<laughs> なんかほら、いろいろ持っていくもあるじゃないですか。その、なんか歯ブラシとか、なんかその、うん、常備薬とか。うん、これ、俺、すごいなと思うんですけど、本当に、うん、本当にね、35歳ぐらいまで歯磨かなかったんですよね。<laughs> え、よく結婚できたね。<laughs> ちょ、あ、ちょっと待ってください。何で、マイク。 あ後藤さんも来たんで、あのちょっと一緒に入れますね。その話後藤さん込みで。高橋さんが歯を磨かない話を後後期で話しますか。え、逆に35歳でなんで歯を磨きになったんですかなんかね、結婚、後藤さんお疲れ様です。あ、どうもあいます。みません、お忙しいところ。お疲ざいます。大丈夫です。ちょっと今日日日経が消滅記念で、今ちょうど。 俺が35歳ぐらいまで歯磨かなかったって話してるんで。<laughs> いや、てかさ、30分ぐらい前に来てって言われたんでもうあの、もう寝ようとしてたんですけども、ちょっと酔っ払って寝ようとしてるんで、あの特に昨日聞いたこと喋れないと思いますけど。今もう完全に雑談モードになってるんで。はい、もう顔,顔見せてくれるだけで。虫歯とかには全くならなかったんですか、35歳まで。なんないんですよ。だから俺なんんか一応ちゃんとこの水で グチグチして、ちゃんと手,手でこうやって結構、用事とか <laughs>。それを歯ブラシで使えばいいじゃないですか、その日本に住んでるときは。<laughs> うん、だからめんど歯ブラシとこう、耐い替えたりするのめんどくさかったんですよ。一応あったんですけど、すぐカビだらけになっちゃって。<laughs> はいで。比較的、皮は綺麗だったと思う、ちゃんとやってたから。<あ>つまりわりと体質によるらしいんですよね。その虫歯に全くならない人っているんですよね。俺、ちょっと歯磨き始めたから虫歯になり始めたから。 なんか口の菌の配分変わったんだと思う。錠剤菌がね、あの<う>ミュータンス菌を倒してくれるみたいな。そうだちょっとじゃあそソロモン諸島に行ったときにその服は一緒だから、じゃあパ,パンツだけは履き替えるんですかパンツだから、俺多分、ね、たぶんね、1面につき3日ぐらいいけるから、ただ,だ、裏表すると1枚で6日ぐらいいける、はい。<laughs> だから、34枚、34い,いけるって何なのいけるって。<laughs> か,ゆかゆくならない、かゆくならない、そこまでは。かゆくならなければいけるなのね。自分のパンツにはかがないから。そうそうそう、だからだって海外行くときは紙袋に、俺、結構寒がりだから、うん、羽織るものと下着と、まあ、靴下、靴下とかかな。靴下はちょっとほら、人の家へ上がるから、ち,ちゃんと買えるようにしてて。<ー> 靴下だけ買える、人に上がるとき、日に上がるときだけ靴下た、これはもう申し訳ないじゃないですか、靴下臭いと。はあ、えでもなんか、その取材で行くわけだから、カメラとかそういうき仕事で使うなんか名刺とか、機材的なものとか、うん、名刺はまあ海外ってあんま切着る機会ないから、ちょっと財布に持ってったのと、まあ、カメラとかはもちろんあの分担して持ってってたから、あれですけど、だから自分の荷物って意味じゃないですか、荷物って意味で言うと。あ、本当、じゃあ靴下とパンツ。とまあコンタクトぐらいかな。 あ、コンタクトレンズなんすかこ橋さんって。僕、コンタクトです、コンタクトです。え、なんか、外してるのとか見たことないそう,そうね、意外に寝る直前まで外さないから。ああなんか、後藤さん引いてない大丈夫<え> <laughs> もうそろそろ帰ろうかと。やめてください。<laughs> <laughs> 早いな。<laughs> え、後藤さんはでもちゃんと服着替えますよね、はい、旅行中。 旅行しもちろん,もちろん、はい、い最低限の清潔感は保とうと努力します <laughs> で,でもなんかスーツは上で <laughs> ワイシャツだけ買い持っていくみたいな感じですかワイシャツとかその下着のシャツとかは、はい、あの上のジャケットとかはさすがにかさばるんでそんな持ってかないですけど社会人ってやっぱそうですよねういうすいやみ,みんなそうじゃないですか後藤さんがさ、うん、会いに行くのは、うん、そのニューヨークのウォール街の人たちでしょ <laughs> 俺、本当にもうマラリアの危険があるようなところに一人入ってから、あんまり<ー>関係ない。まあ確かにね、アフリカでもそんなかもしれない。アフリカでも人に会う場合はあれですけど、うん、結構なんかジャングルの奥とか取りに行ってたんで、うん、あんまりなんかねえ。でもコンタクトって外した後なんか煮沸消毒とかしなきゃいけないんじゃないですか,まあでもか俺、ワンデーだからまあ、ワンデーで。ああ、ワンデーを何個か持ってって外して捨て,てるっていう。 そうなんで,すよでも、ちょっとそれだとね、あんまりモテないってことで、やっぱちょっと35ぐらいで気づいて、ほちゃんと結婚、でも本当、結婚をにぐらいですよね、なんか結婚をに歯とか磨くように、ちょっとあまりにやっぱり結構言われたえ。今の奥さんと結婚するまでは、その歯磨かないでデート行ってたただまあ、あったからたまには磨いてましたよ、だ毎日磨くって不 <laughs> たまには磨いてた。たまには磨いてましたよ、俺も。 それと結婚した奥さんも結構やり手ですね。まあ途中までやっぱ分かんなかったんですか、こいつ歯磨いてないなっていう。<laughs> いや、でも、いつも同じ服着てるから臭いじゃないですか。<laughs> まあ意外に洗濯はまた海外ロケの時は重はのが嫌なもう本当に何よりロケって、これち,ょちょっとこう言うと本当、俺汚い人みたいだけど、そんなことないですよ、風呂毎日入るし、あのただね、ロケの時って機動力は命なんですよ、はい、これは。で、はい、まあ、 ドキュメンタリー的なロケしてたんで、ずっと、ずっと、ホテルもよくわかんないで,でどこ泊まるかとか。いう時に、やっぱトランクガラガラ引くのって本当に機動力悪くて。はいはい。だからもう、なるべく荷物は少ない人がロケ優秀っていうふうに俺思ってたんですよ。<laughs> だ誰のルールなんのその。<laughs> 俺、海外匠い,たのいろいろやって、それが一番ね、やっぱロケに行くときは荷物なるべく持ってかない。日本でも、アフリカでも、あのー、あ<ー>南米でも。 まあ結構だから機動力高かったと思うな。<laughs> あでもその高橋ズムはあんまり伝わらなかったですか上出さんはちゃんとパンツ以外も持って,てたんですかでも上出くんはちゃんとしてた気がするな <laughs>。上出おしゃれなんですよね。うん、上出はちゃんとしてんのやっぱアナウンサーと結婚するぐらいだからな。なか高橋さん、よくそのなんか社会人としてギリギリのライン保ててますよね。 そうですねギリギリのラインあんま人と接しこないだほらひろゆきさんあでもあれよ後藤さんだって変わんないと思うよ後藤さんもそんな感じじゃない何が結構社会人としてど,どうなんですかそんなにスーツ毎日洗わないでしょ<そ>絶対シャツとかって俺いやスーツはさすがに毎日洗わないけどねいや<ら>シャツは洗うでしょそれはシャツ洗う <laughs>、うん <laughs> まあでも社会人、<laughs> そうね、社会人のなんかあんまりこう規則に縛られてはいないかもしれないけどね。まあでも大体、でもあれじゃないテレビ局の人も新聞社の人も割と自由な人多いから、うん、会社にいるって言ってもなんか個人商店みたいな人多いよね。そうなんですよ。うん、だからあんまり。一応、形式的には会社に所属してサラリーもらってるけども、なんかね、あのー、一人で自由にやってる人が多いと思うので、ある意味そういう点で。 入社してからも、10年、20年経っても、こう、その人らしさが、こう、とんがっていくみたいな組織かもしれないですよね。うん、高橋さん、<も>高橋さんはもう高橋さんらしさが、テレ東にいた17年かなんか知らないけど、もどんどん、あの、尖った高橋さんに多分なってったんだと思うよ。 それがさ、まあ、隣だとまだいいんですけど、今、このリハックスっていいんですけど、うんうん、ちょっとたまにこう言ってる、こう、アベマってとかだと相当そのらしさが通用しないよね。<laughs> 確,か確かに、確かに。なるべく人に近寄らないようにしてるもん、<の><俺>うん、アベマは、アベマのことはもう詳しく知らないけど、いわゆるテレビ局とは多分ちょっと違うんだろうね。違うかも。そう、け、えアベマってさ、あの、基本、あの、その、サイバー色がやっぱ強いのテレ朝色よりサイバー色が強いの。どうですか、ひろゆきさん、アベプラやってて。 人によりますよね、所属がテレ朝の人なのか、うん、所属がサイバーの人なのかで、多分全然違ってて、<ー>で割とちゃんとした現場の人はほぼテレビ朝の人なんですよね。なので、割とテレビ局的な立ち振る舞いが多いっていう。<ー>報道は特にそうかもしれないな。 でただテレビ局の中では、割とそのなんかテレビ局っぽくないことをやりたいっていう、ちょっとあの行動力の強い、アグレッシブなタイプのテレビ局の人が多いみたいな。高橋さんの仕事はどっちかというとサイバーの人が多いのかな、それ作り込むバラエティーとかだと。僕の仕事は、まあ、あの e m a にいるときは、比較的サイバーの人が多いのと、うん、特にね、うん、この間、サイ,サイバーエージェントとかアベマって、なんかこう、うん、企画合宿とか、 企画一<ー>日缶詰デーみたいなんですよ。うんうん、そういう文化なかったんだ出るテレとで、その時に恋愛企画合宿みたいになのやって、その時が辛かったのに、ちょっとなるべく人に近寄らないようにしてた、俺も。これちょっと申し訳ないなと思って。<laughs> 今、今、綺麗なんですよ、比較的ね。言ってもロケ行ってるわけじゃないから、毎日風呂入ってるし。<laughs> だけど、やっぱりなんかちょっとあんま服も買えないから、サイバーエージェントの社員に近寄るの申し訳ないじゃん、なんか。<laughs> 組織に所属してるから、まだギリギリ綺麗でい続けるわけじゃないですか、だからその高橋さんが隣でやり続けると、もうどんどん自分だけの世界になるじゃないですか、うん、でそういう感じでそ組織から離れてくんですけど離れてくんですけど、後藤さんって、組織から離れて、うん、その汚くなったとか、手抜くようになった部分とかあります、うん、例えば毎日なななんかかももいいいじゃないですかもう ああ、まあでも、その、テレビとか読んでもらえるときは、ヒゲはちゃんと剃らないとなとかはありますけど、まあまあ、そうですね。うん、会社の縛りはなくなったので、自分で律しなきゃいけない感じですよね。ただ、まあ、あれですよ、す高橋さんみたいに、その、サイバーの社員ではないですけど、いろんなところのクライアントと一緒に仕事してるので、うん、な,なんて言うんですかね、なんか、あの、 社員ではないけど、6つ、7つ、8つぐらい、いろんな組織、企業と仕事はさせてもらってるので、うん、うんなんていうんでしょう、サラリーマンじゃないけども、別に完全にフリーランスで自由に走り回ってるって感じではないかなっていう気がしますけどね。自分でその、うん、ツイッター書いたり、ノート書いたりとかっていうのは、うん、完全に一人の仕事ですけど、それなりにこう社会とつながりは保つようにしてますけどね。それやっぱその社会との接点があった方がいいと思ってやってるんですか、うん、なんかたまたまもう流れでなっちゃったんですか あまあどっちもそうですけど、多分あの、ノートとかツイッターみたいな自分で完結できることだけやっちゃってると、多分広がりがないし、発見もないし、どんどんしぼんでっちゃう気がするんですよね。うん、あとやっぱりこう、社会とつながって人となんかもの作ってないと、なんか、なんか頭おかしくなっちゃうんじゃないかなっていう気がちょっとあって <laughs>、うん。うん、うん。そう、だから、だから高橋さんもそのワンノブゼムというか、リハック一緒にさせてもらってるのも、あのー、すごい刺激になるというか、 あ,のありがたい場所ですよね。うん、高橋さんと一緒に仕事してると、どんどん頭おかしい方向に行きます、ね、<laughs> いやいやいや、でもやっぱねなな、何個か収録させてもらいましたし、明日も予定してますけど、あのー、やっぱりその、天才ディレクターと言われてるじゃないですか、どんぐらい天才か私、業界人じゃないので知らないけど、<laughs> あのー、やっぱ一緒にいて、こう、私とゲストとしゃと喋ってる時に、高橋さんが時々こう突っ込んでくるわけですよ。これはだから 場合によって高橋さんがあこれちょっと後藤ここ長くなってるなとかこれだとちょっとこうあのテンポ悪いぞっていう時に多分いろいろ言ってきてくれてるんだと思うんですけどこの一声がねすごい勉強になるんですよあの私と ゲストで喋ってるとなんとなく私が楽しいこととかあの、うん、ゲストが喜ぶようなことで盛り上がってたりしてそれが結果的に視聴者にも受けてればいいんですけど単なる内輪で2人で喜んでるだけだとやっぱりコンテンツならなくてそれがねやっぱ高橋さんの一言で、うん、ああ確かにこう言ってたかもしれないこっちのダメな方向に言ってたかもしれないとか気づかせてくれるので。 この間、ちょっと高橋さんにも言ったんですけど、あのリハックに出させてもらってるのは、自分の中でリスキリングだ,だと思ってて、豪華なリスキリングだと思ってるんですよ。その高橋さんみたいな天才ディレクターにね、あの実際にこう番組を作るふりをして突っ込んでもらえる授業なんて、これ金払っても普通得られないものなので、ちょっとそ,ういうそういう意味で、ちょっとノーギャラでもありがたくちょっと出させてもらってるっていう感じですよね。いやー、本当にありがたいよ。ほら、ひろゆきさん、聞いたこのリスペクト。<laughs> ひろゆきさんにはない、この俺に対するリ <laughs> スペクト。いや、だから高橋さんがほら、前回、某上場企業サイバーエージェントの会議の社内での、そのままタクシーの中に流して、部外者である僕に聞かせてたじゃないですか。<laughs> あれ、どう考えてもコンプライアンス違反だと思うんですよ。これね、<laughs> ぜひ皆さんにリハック旅見てほしいんですよね、富山のシャープねチね。あ<ー>あと、新しい。そう、なんか面白かったんだよな、あれ。サイ バーの中でひろゆきさんの特番やるみたいな会議をしてて役員と、うん、でそれの話が面白かったからちょっとイヤホン外してちょうどリアクターでロケ中ロケ中に会議ダブルブッキングしてたんで、うん、移動中にこう,こうイヤホン外してひろゆきさんって後ろにいる状態でやったらねあのやっぱひろゆきの苦しむ顔見たいっすねみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> いや面白いのは分かりますよただほら上場企業の内部の話だからそこでポロッと何か言ったら <laughs> それが株価動いたりとかもあるわけじゃないですか <laughs>、うん、それをなんか垂れ流すっていうそこなんか社会人としての常識のなさがすげえなーと思って、うん、でも俺ちゃんとそ俺本当に結構そこコンプラの鬼で俺あの時ね、はい、フレームの会議ズームだったじゃないですかフレームのすごいちっちゃく枠にひろゆきさんちゃんと映り込ませたんですよ で、これ気づかないあなたが悪いっていうスタイルだ俺は。<laughs> お前が悪いとだって、俺はフレームにちゃんと入れてたんで、ひろゆきさんは。ですごいちっちゃかったよ、確かに。後ろの席だったから。で、それはやっぱ、<や>騙してたら盗撮とか盗聴みたいになるけど、ちゃんとズームにいる人をちゃんと明示した上でやってたからさ。あれ、<や>あれさ、なんか、<laughs> ラジオ局みたいなのを言ってたじゃん、YouTube でちょっと見たんだけど、はいはい、あれって、何、どういう調整というか、 あの出させてもらうと思うと面倒くさそうな気もするんだけど、なんか,なんかたまたま声かかっていったみたいな感じなんですかあれはね、裏を言,言っていいのかな、まあいい、いいと思うんだよな、裏を言うと本当に北日本放送も本当に事故ったと思って思うんだけど、<laughs> <laughs> <laughs> あの毎年民放連勝っていう賞があるんですよ、ギャラクシー賞と民放連勝の時が一番賞 <laughs> レースの最高峰で、<ー>俺結構民放連勝のもう審査員何回かやってて。へー 今年も審査員の依頼が来て、うん、それにね。来た電話来たから。うん、まあはい。いいですよって言ったんだけど、うんその？その民放レーション審査員に依頼来た曲がたまたま富山の曲だったんですよ。ははだから富山の曲だから、これはラッキー。だからちょっとリアクター行かせてくれってすぐ言って相当迷惑だったと。うん 思う。<laughs> すごい、すごい迷惑だったと思う。<laughs> あれ、なんかね、だから、高橋さん、ひろゆきさんと高橋さんゲストで出てるのに、高橋さん、速攻でなんかいなくなるみたいな感じになってて、うん、で、しかもそのまま、ひろゆきさん、あれですよね、なんか、あの、なんていうんですか、延長戦番組みたいな感じで、その、男性の方と2人で結構だらだら喋った上に、その男性の方ももう、ちょっと会議あるんでとかっていなくなってて、ひろゆきさんのこの使われ方、ひどすぎねえか、これの。<laughs> <laughs> でもどうですか、後藤さんと視聴者の皆さん、はい、面白かったですか、どう,どうですか、富山旅、皆さん、見てくれましたうん、うう面白いとも、やっぱり、うん、行き当たりばったり感こそ、なんかこう、うんうん、なんか新しい旅番組っていう感じは、まあ、前のやつもそうだけどね、成田さんとかと言ってたやつもそうだけど。地方ってすごいなと思うのが、その行き当たりばったりでラジオ出たじゃないですか。 でその後高岡市でたまたま生放送のやつにもなぜか突然出たじゃないですか。であと五箇山っていうあの世界遺産の建物があるところもたまたま行ったところでたまたま収録されてそれもテレビ出てるんですよ。 うん、だからなんか、地方に行くだけで3つぐらい、なんかそのラジオとかテレビとかに出てて、すげえ適当だなと思っってて地方テレビ送ってって <laughs> すごいですよ、この後、まあとネタバレのよくあるんですけど、3テレビ局、1地方紙制覇しましたからね、それは確かに新聞も出てるんですよね、新聞タに地方のメディアって、ユーチューブ以上に自由なのかもしれないね。<laughs> <laughs> たぶん東京だと、あれやると、なんか事務所との確認とか、ギャラどうするとか、放映、うん、の,の権利の範囲内とか、たぶんすげえ細かい話になると思うんですよね。うん、何んにもなかったんですよね。ギャラの交渉は一切なかったで,す、ね <laughs> で、でだか、らこまで何の <laughs> ななんか範囲とかの説明も、<laughs> 特になんもなく、使い回す、はい、OK ですみたいな。う と同じ感じ感ですよねあだからああ東京のキー局とかであの活躍してる人よりも地方局ぐらいの人の方がユーチューバーに向いてるのかもしれないです、ね、そうユーチューバーの方がむしろ結構気に使ってる部分ありますよあ<ー>あのモザイク入れなきゃとか通りかかる人とか結構最近気にするんですよなるほどなるほどでも普通にバンバン使ってましたからね地方局 <laughs> 面白い <laughs> 本当にあれだよな,なんか富山の チューリップテレビさんっていうところがあって、そこは五箇山であったテレビ局なんですけど、うん、一応さ、ひろゆきさんと若新さんいるのに、もう若新さん一切気付かないでも、ひろゆきさんにばっかり話しかけると、若新さん、へそ負けちゃっても、そう、ひろゆきさん、かなり負けてましたよね、へそね。まあでも、その後にあのに、実は若新さん、ファンだったっていう、そのアナウンサーさんの人がいて、<laughs> 若新さんがすごい機嫌よくなるっていうシーンがあるんですけど。本当かな、あれ、だって、だって気づいてるだろう、初めて。<laughs> <laughs> <当に S 2> 問題は、<laughs> そのシーンの映像が果たして残っているのかっていうそうなんだよな、素材がちょっとな、一部なけ、一部じゃない、結構消えちゃったんだよな。まあでもね、そこ、音声だけ取れてたんで、うまく編集して、ちょっとなんかいける、うん、まあざっくり言うと、タクシーの、2日目のタクシーの中が全部映像消えちゃったんですよね、移動中が。<laughs> <laughs> だ旅じゃなくてよかった、旅の本、まあ、でも結構、タクシーの中での振りとかがねあって、いい番組になってるからあれなんですけど、でも音声は撮れてたんですよ、音声別撮りしてたんで。なまあなん,とかなんとかなるでしょ。なんとかなるでしょ。ということで後藤さんは、ああいう行き当たりばったりの旅は、リスキリングとして行ってみたいと思いいますいや、めちゃくちゃ行ってみたいですけど、あの多分コンテンツになるか全然分かんないので。あの <laughs> うんでも、いや、ありますよ、これ、すごいですよ、だからそう、だから、うんなんか、機会あれば、あの、ノーギャラでも、旅費自分で出してもいいから行きますよ。マジでマジですかお、すぐえ。えっロッんあただ、あの、こ細かい、その、調整とかは、そっちのスタッフとかにも協力しよう。小野さん、今の旅費自分で出しては撤回した方がいいかもしれないあじゃそれ、撤回しとき旅費を自分で出してくるいや、面白い、面白い感じだったらね。 え、まあでも、後藤さん、割と何があっても動じないタイプだから、行き当たりばったりとか、結構向いてる気はしますけどね。<え>まあ、あの、いいあと行って、あのうん、いざあの配信しても、なんか2000再生ぐらいしか行かなくても、あの一切おとがめなしにしてくれればいいですけどね。いや、そ全然おと音がめないですよ。うんうん、あでも、後藤さん、いいなちょっと次の次ぐらいに、また旅行企画、うん、まあ、リハッ はまあ本当に結構ね、あれ大掛かりなんで、ひろゆきさんの言う方は結構ね、あれ結構本当大掛かりですから結構、うん、ちょっと数百万じゃ収まらないからかかるんであれあれはたまにしかできないですけど、<laughs> 数百万かかんだやっぱすごいね。スタッフめっちゃいますからね、素のまに行き当たりばったりっていう。う一応行き当たりばったりでやってるにみた安全とかすげえ気使ってっからねこれえ。<laughs> えー、<笑><笑>うん、そうだよ。 <laughs> ってかさ高橋さんさ<え>あの大丈夫なんかこう<え>ちょうどだからそのテレ日経テレ東終了記念かもしれないけど同時にさこう独立丸3か月ぐらいでしょだ3月1日独立でしょ、はい、だか3か月1四半期じゃんちょっと一つの節目だと思うんだけど四半期だ一、うん、周年も大事だけど1四半期ってなんとなくこうさこう一つの区切りな気がするんだよねな,なんとなくこう仕事の感覚もつかめてくるとかさ、うん、どう,こうあの振り返ってみて。 いや、だから俺やばいなと思ってる。これは、うん、そうだ、今日日系体ク終了記念で、全然日系体クの話してなくて申し訳ないんだけど、なんかこれはこれでいいかなと思ってて、うん、結構みんな前向いて進んでるなと思って、うん、いいと思ったんですけど、確かに、前ばっか見てたけど、今足元振り返ったらね、うん、やばいよ。俺、今、この2ヶ月半、3ヶ月 うん、いくら売上があっていくら使ってるのか一切把握しないからね。<laughs> それは把握しろよってで今日あのとある「06」っていう曲が大阪の番号からすげえ電話って「うん、えな何これ怖いよ大阪なんかそんなに用事ないのに怖えな」と思って「うん、えなんかちょっと反社かな?」みたいな。 大阪の番号だから反射って決めつけるのもどうかと思うけど。俺に大阪から電話してくるやつは反射か維新なんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 維新か反射かなと思って、それでまあ怖いなと思って、でもなんすげえしつこく電話して出たんですよ。そしたら、なんかそうい優しい声でね、申し訳ないですけど、え、4月25日に、 振り込まれてた代金と同じ金額が今日また一回振り込まれてるんですよ。俺なんか二十に何十万も振り込んでて同じ会社多分一個の請求書間違って二回振り込んでんだよね。へ、えーあーだからもうやばいな、うちの会社はと思いましたね。<laughs> その辺のお金の管理はもう誰かに任せてるって感じなんだ。<笑><笑>まあね、やってくれてる人いるんだけど、まあその人も忙しくて、ただ、うん、そもそも俺がチェックこっち帳簿付き合わせようって話じゃないですか。うん。何にもやってないからさ。だからちょっとやばいんだよ。いいう,うん。 大変すかやっぱこう経営っていうのは経営っていうかまあ独立して組織動かすのはんあんま大変でやっぱ金勘定一切してないから全然大変じゃない結構ちょろいもんですかこうでしかも独立な上にアベマもやってるわけですなんかねこれ俺でもちょっと分かってきたのは、うん、若新さんとひろゆきさん俺のことすごい潰れるって言うんだけどの会社だけどね、うん、そういえばなんだけど、うん、テレビ局でプロデューサーやってたじゃないですか、うん、結構ねプロデューサーでどんぶり勘定のプロなんですよ あな,るほどなんとなくで、ね、こんくらい使って、こんくらい浮かせてあこん、あらりって言わないんですけど、あのこんくらい、なんかバッファ持たせて,て、ざっくりどんぶり勘定していくんですよね。うん、っていうふうに自己肯定してる、今、えー、いや、でもすごい、確かにたたき上げのセンスみたいなのあるのかもね。<laughs> 3か月、三か月とりあえず回って、なんか資金ショートとかしてないのであれば、うん、なんかそれはそれで、とりあえずすごいと思うけどね。 だって、だって立ち上げの時にさ、どっかからすごい資本もらったわけじゃないし、高橋さんもそんな貯金あったわけじゃないんでしょ、うん、その自転車創業で資金賞として誰かにお金凍ってるわけでもなさそうだし、それだけで十分合格点な気がするけどな。そうなんす、うん、でも、ひろゆきさんとおかしさん、ずっとつぶるってしましたよね<あ> <laughs> いや3回そこまで超えたら1年はいける気がするけど。 誰かが使い込みをしてもわからない状況じゃないですか、今の高橋さんの会社。確かに、何十万振り込んでた、2回振り込んでたとかずさんすぎるよね、全体としての会社、ね。えー、気がついた時になぜか口座のお金が足りなくて、<laughs> あれれ、ね、なんでだろうって調べても、<laughs> もう調べ方がわからないっていうパターン、<laughs> そんなスタッフ、成田悠介さんから、日経テ帝東大学ご出張様でした、ひろゆきのゆくたき村のラジオのほうが来るかなっていうのが、スパチャで来ました。 ああ、おおおお FM 軽井沢さんでしたっけ、うん、?FM 軽井沢さん、この間やりましたね、ひげおやじさんとね。後藤さん、FM 軽井沢って知ってますいや、すいません、知らないです。そういうなコミュニティラジオがあって、うん、そこがなんかし、出演者困ってるから、なりたいユースケさんでいいんじゃない、うん、ってい <laughs> きな代わりにひどいかないでいいんじゃないみたいな、すごい雑なオファーをした。そうなんですよね、ちょっと。 ちょっと、成田屋さん、ちょっと一回つないでみますか。ね、あれ、楽しかったけどな、ひげさんと。と後藤さんの行き当たりばったり旅は、それはそれでアリーナってはしてきますたけどね。それはそのは、ちゃんとしたメディアに出てる、ちゃんとしたことを話す後藤さんしか知らないじゃないか。うん、でも割と、どんな状況でもその落ち着いていろいろ対応できるってまあ海外経験もあったりするので、うんうん、そこら辺そのなんか人間後藤さんの部分をもうちょっと表に出すっていうので、旅で無茶ぶりはありなのかなって後藤さん、裸で露天風呂入れます <laughs> 裸 <laughs> で露天風呂入れない撮影してんでしょ <laughs> それ嫌<や>だよ <laughs>。いや、ひどいきさんは全然出せますよ、この話。俺は全然出せますよ、<laughs> 風呂とかは全然。<laughs> スパイさんのちびパンダの映像もなくなっちゃったんだ。あれな、俺の子供大好きだったんだけどな、あの、リハック旅の草津のね、裸で風呂入ってるとこね。あれもう、はい、パンダのミニパンダ。子供悲しむじゃんね、ああいうの消したらさ。 え、なにひろゆきさんは何が一番思い出した、日経テレト大学の動画はえー、もう記憶力悪くて何が面白かったんだろう。大体<が>面もかったですけどね。<何>でも、後半ちょっと政治家率高すぎたなって気はしましたね。なんか昔、なんかいろいろ迷走してたじゃないですか。うん、あの、うんうんに、UFO 大好きなニラサさんとかだったり、蛭子よしかさんみたいな。ニラサさん面白かったわ<ー>エビスさんの面白かった そあそこら辺、瞑想してる時代の方が、なんかやってた内容としては、っとなってる気がしますけど、<laughs> やっぱ政治家の人って、話題が限られちゃうし、こういう逃げ方をするなってのは当然分かってるんで、てるね、あの木原さんの、木原さんの顔の表情の動きとか面白かったのがあれも消えちゃったのか、もったいな,いなうんあと、八代亜紀さんの評判いいよね、いろんな人が面白かったって、八代亜紀さんは、やっぱもい いややテレビでうまくいってる人って、や,イイやっぱなんだかんないってみんな優秀なんですよね。うーん。引き出しもいっぱいありますしね。癒されんすよね、ん僕の中のビッグダディはやっぱりちょっと良かったですね。ああ<ー>。あれもなくなっビッグダディ書籍に入ってましたこれそうだよ。これ、書籍入ってるんで。これ、すごいですよね。チャンネルなくなった後に発売ですよ。<laughs> <laughs> しかも、軒並み日系じゃない出版社から出してるからね、これね。<laughs> いいす,ね、すごいんですよ。これ、収映者で、5月31日だから、今日か。消滅日、5月3日消滅する日に、リハックの芸能編まとめたやつ。消滅日に成果しかお金かっていうね。すごい、ちょっとなんか、墓標みたいなね、<れ>墓標みたいな本になってますよね。すごい。今、<も>つ次回からは。 白黒だと、なお、母評価ありますね、これね。<laughs> 確かに。<laughs> <laughs> 家っぽいですよね。このパンダもあれですよ、もう、多分これは確たるあれじゃないけど、この世からもう存在しないんじゃないかな、あの、美術さん、俺、美術さん同期とか、同期に近い人いっぱいいて、うん、なんか、高橋ってライン来て、あのパンダ、例えばどうにかしてって私に頼まれてたから、もうどうにかしてよみたいなライン来て、なんか、<laughs> 俺の後ね、その後処理、もう本当に申し訳ないんだけど、後処理することになってたプロデューサーからは、なんか捨てちゃってもいいからさ、みたいな感じで来てるから、<laughs> 子どもは,は捨てることになるんだけどってだから、もう多分出捨てられちゃったんだろうな。なんか拾いに行けばいいじゃないですか、<あ>そのど、どうでもいいオフィスの余ってるところに置いてけばいいじゃないですか。でももう結構それ、前の話だから、もうなくなっちゃったじゃないかな。いやー、なんかちょっと切ねえよな。うん パンダね、まあ、どっか残ってねえかな、一体ぐらいな、でもなんか一体しかねえ気すんだよな、あれ。どっかこうね、テレ東80周年とかで、なんか俺のテレ東出禁が解けたら、ちょっと一回美術総合とか見に行きたいですけどね。っやっぱテレ東出禁なんすかいてねんだって、やっぱり。佐久間さんとかテレ東の番組やってるじゃないですか。佐久間さんは賢いもんだって。佐久間 <laughs> クさんはすごいよ。ちゃんと。まあで、基本的に古スとうまくやった方が儲かりますからね。そこから業務委託受けた方がさ。これはちょっと。何したら出禁解除になるんですか高橋さんは。出禁解除出禁解除は、だから、うん、あんまりないんじゃないかな。あ、もうずっと。<laughs> えー、でもほら、鶴瓶さんとかも昔テレ東キンだったじゃないですか。下半身出して。うん。でもあれ解除になりましたよね。解除になった。 だからもう20年、うん、20年ぐらいすると、時が、だから俺をこう、出禁にした偉い人たちが、の一番下の世代が、あの、いなくなった頃じゃないですか。あ、じゃあ二十年後でしまし、まあ15年ぐらい。<laughs> 15年だから50歳の人が65歳まで役員やるとすると、まあ25年はかかるだろうな。懲役15年だよ、<ー>だから。あ、その間に高橋さんが生きてればいいですけどね。ああ だから最近高橋さん、どう,どうぞ。え、何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 いや、これ、高橋さん、過労死で死ぬ割合、結構高いと思ってるんで。でも俺、テレ東時代より今、働いてないと思った。あ、そうなんだ。そう、テレ東時代のが、働いまあ、同じぐらい、あんま変わんないんだ、<も>そんのの精,神精神的な負荷は減って。 そうだよねね多分やりたいことやってるから。後藤さんにも言われたけど、めっちゃ顔色よくなりましたからね、うん、俺。そ嫌なことやんなくていいもんね。アベマもそこまでなんか嫌だったら、もうなんならやめてもいいって、最終的には覚悟もあるというか、やめれるでしょうん。やめないと思うけど、しばらくは。別にそまあ、サイバーさんってやっぱ、ね、アベマさんってすごい、なんていうの、自由な会社 だそんなに、あなまあ別あのそれってごめん、ごめなテレ東も自由だから、テレ東自体もそんなに別になんか嫌なことがあったわけじゃないですけど、うん、でもなんかやっぱサラリーマンだけやってるよりは、うん、なんかこう、ちょっとこうね、あの、隣っていう場所があった方が、うん、なんかこう、心目いったときに事務所こもれたりするから、楽は楽ですよね。ううん、うん そうすると、ビジネスメディアとかでニュースピックスとか、ピボットとか名前は上がるけど、日経新聞にリハックは絶対乗らないってことですかね日経新聞に、リハックって言葉は乗らないんじゃないかな、まあ、日経の中ではまたこう権力の構造が変われば、逆にそれを利用して何かしようってする人は出てくるかもしれないですけど。うん あでも高橋さんね、あの天下の NHK スペシャルにまで出演してたので、もうテレ東なんてどうでもいいぐらいの感じなんじゃないですか、高橋さん的には。まあ確かに、NHK スペシャルにすぐ出たのは、よかった、やっぱ俺が反社じゃないっていうのが、なんかもう本当にさ、うん、あなんかその、なんか非円満退社したからなんかね、やらかし,たやらかしてねやらかしたらそっちだからなっていうことが証明されてよかったよね、本当にね。ね <laughs> うん、N ス p 早かったよね。<う>あごもごめんなさい、ヒロさん、どうぞ。どうぞ。いや、なんか、a b マと都内で勤務時間のバランス、どんな感じなんですかっていうのが、ああ、確かに気になる。うん、まあ、だから、アベマは勤務で、都内は別になんか役員だから勤務じゃないですけど、アベマもなんかちょっと、ふらふらっと朝行って、でも結構は早、早くからアベマの業務始めたんですよね。9時とかぐらいからやるようにはしてて、で、社食食べて、社食食べて、ちょっと一服したら、 ふらふらっと会社出て隣行くみたいな、そんな。<laughs> ただ10。10時から1時ぐらいまで a b e にいるみたいな。少ない、少ない。9時から、ただ、九時から14時ぐらいってしといて、一応。あ<ー> <laughs> だって、リアルで言うとまだら、まだらですよ、結構。そんなに a b までやることあるんですか意外にあるんですよね。意外に俺めちゃくちゃやってると思ったも,<う><分>もう、もうアウトプットしてるのえっと、企画とか、 なんか会議とか、うん、そういう段階なんですけど、まあ、あんま,あんまりちょっとその、なんていうころか。もオープできないことももちろんあるんですけど、うんうん、結構ね、ちゃんと働いてるんじゃないかなと思うけどな、えー。もうじ実際にそういうプロジェクトとか撮影とかも進んでる感じなんだ。えっと、のもあるですね。うんうん、ちょっとあのー、ひろゆきさんがしばらくよ世の中から消えるかもしれない <laughs> どういうこと <laughs> ひろゆきさんは今、ひろゆきさんはちょっとね、 長期にわたって社会的に抹殺するっていうちょっと今、何それ <laughs> <laughs> ちょっと長期に拉ちられる企画がありまし,てちょっと申し訳ない それをどこの企画かっていうのを今まで言ってなかったんですけど、高橋さんが今、安倍までの企画って言っちゃったって、ね、これ、言っちゃいけないのかな言っちゃいけない、言っちゃいけないのかもしれない、これ。<laughs> <laughs> 何がすごいって、その会議が23時からだったはずなのに、もう30分ぶっちしてるっていうね。ああ、でもちょっと終わりで終わりにしましょうって,って <laughs> あ、そうなんだ。じゃあもう終わらなきゃいけないんだよねいや。いいんです、終わらなくてあと。じゃあせっかく視聴者さんにもあったから、なんか俺、コメントもちゃんと。高橋さんの隣と安倍までの優先順位の差がわかりやすいですよね。<laughs> <laughs> 何言ってる？安倍 <laughs> マとト隣は並列並列。えー、だってもうだから三十分待たせてるんでしょ？あ,<ー>あでもなんかリスケちゃんとお願いしてたから、ね。<laughs> いやいやいや適当すぎでした <laughs> これ。<laughs> 適当な適当だよ。あとあれですよリハックのだから。うん。 あ、まあね、ニケテトの思い出、いろいろ、後藤さん何、こう、なんかありますかニケテト時代の思い出。ちょっと聞いとこいちいや、でもなんかね、あの、いや、あのー、私はそんなにたくさん出たわけじゃないけど、最初の方に出してもらった高橋さんとの対談は面白かったし、嬉しかったというか、なんか、私、そういう、 YouTube とか全然出てないのに、高橋さんがなんで後藤さんがなんで会社辞めたんですかの初回で後藤さん出すみたいなことを言ってきて、この人何言ってんだと思って、こんなあの誰も知らない一サラリーマンをなんかゲストに呼んでトークするっていう発想がちょっと頭おかしいんじゃないかと思ったんですけど、でもそれでもなんか後藤さん、これから出てもらうから、とりあえずなんか一回こういう感じで後藤誰かみたいなの作ってみた方がいいんですよみたいなこと言って押し出されて出てみたんですけど、うん、なんかあ そういうことなのかみたいな感じの、なんか、あのー、いい思い出になりましたよねなんか。いい思いですかなんかあ、あ、そういうことなのかみたいなのが、ちょっとこう、あの、テレビマンのこう切り口が少し見えたというか。 うんうん、だから嬉しかったですね、あれは。本にもなりましたしね。うん、ねえあそこからも後藤さんとも長いお付き合いさせていただいて、うん、本当にね、そんな大した付き合いしない。<laughs> いやいや、<laughs> いい付き合いですよ。これから末永くお付き合いしていただければありがたいですよ。ありがとうございます、うん、高橋さんのやばい人とこの人は大丈夫だろうって、どういうところで見極めるんですかうん,うーんそれ結構たまに 聞かれるんんですけどあんま深く考えてないですよね考えてないんですけどた,ただやっぱ分か,分かるじゃないですか目,目見たりしたら。へえ<ー>。立花隆さんは大丈夫なんですかえ立花隆さんは大丈夫なんですかそういう切り込んだ質問をするな立花 <laughs> 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 隆さんに関して言うとその。うん なんか行動のね、あの一個一個の良し悪しについてちょっと評価避けるけれども、うん、ただ、あのすごい頭のいい方だなという思う側面はあるよね、それはやっぱ話してると。<ー>うん、めっちゃ急にもごもごしてるね。うん、もごもごしか答えないよ、<laughs> この方。でも、立花さん、僕、昔は結構応援してたんですよね。<laughs> あ、そうですか。 あの要はその,あの論理的には結構このパターンで攻めるのありだよねっていうので,、うん、で一応頑張ってはいたんですけど、うん、だからなんかやっぱ一線超えちゃったっていう感じがしてからかな。どこら辺ででえちゃったんですか僕の中で超えたのはあの政見放送でカーセックスを連呼した時なんですよね。うん 要はその大人が見ちゃいその子供が見ちゃいけないコンテンツを子供が見るべき選挙広報とかでやり始めたあたりから、うん、あちょっとこれ一線超えちゃったからもうついてこない人はついてこないだろうなって思ったんですよでそれまではそこまでギリギリやってなかったんですよ、うん、だからなんかあなんで一線超えちゃったんだろうっていうのがすごい不思議でそれとかじっくり聞くリハックタでうーんメリットがない。<laughs> <laughs> いや要はそのあるものを何でも使うっていうので <laughs>、うん、マイナスになってもいいやっていう状況になっちゃったので絡んだ人の一緒に引きずり落としちゃうんですよ、ね、うんだそのこの人と絡んだら得をするよねっていうそのなんか例えばじゃ誰かと一緒にゲストで後藤さんと僕が出たらなんかお互い得があるじゃないですか情報が増えるとかなんかお互いのファンが増えるとかでも今花さんと絡んだ人って基本下がるだけなんですよね。うん なので、やっぱり絡みたいっていう人もいないし、で結局、絡まないと新しいファンとか、うん、その新しい人が増えないので、ユーザーが。うんうん、なので、縮小再生産になっちゃってるから、なんであっち側行っちゃったんだろうなっていう。うん、ああ、ありがたいですよ、めっちゃお茶代です。日経定定かありがとうございました、お疲れ様でしたって、1000円くれた社畜の神様っていう人います。<おー> <laughs> 社畜なんだ。<laughs> 本当にありがたいよー <laughs> いやかそういう意味でいくと、高橋さんも社畜でしたよね。残業代も申請しないまま働き続けるっていう。う社,社畜マンシップありましたね。領収書も全部あの生産しないで捨てるみたいな。いやー、最後な。退社するときしなかったからな。これ結構あ危ないと思うんだよな。100万いいいざ、こう、3か月経ってみて、こう、うん、思ってもいなかったこと、いい意味でも悪い意味でも驚いたことってなんかあります、うん、大体こんなもんかって感じですか えー、なんか本当に日々一生懸命で、うん、あんまりなあでもでも、なんかあれだと思いました、リハックの、うん、俺、ブッキング相当苦労すると思ったんですよ。うん、いや、もう信頼感ないと、普通にただのおじさん、いろよく言ったけど、41歳のおじさんのユーチューバーが電話して出てくれって言ってるだけだから、うん、ただ意外になんかそれはね、 一応、ことあるごとにビジネス動画メディアリハックですって言い続けることによって、<laughs> あ<の>ビジネス動画メディアなのかよく分かんないけど、ビジネス動画メディアリハックなうちは <laughs> そしたら、うん、メディア感出てるのかな、その意外にそちゃんとね、ひろゆきさん、政治家さんとかも出てくれますよね、うん、いや,まあやっぱあの、しつこさにみんな折れてるだけな気がするんですよ <laughs> <laughs> そうか、もうだって自民、維新、立憲、あと国民さんも、ねうん、出てくれて。 あと、まあ、意外に経営者もあの、なんていうの、結構大手企業の川上さんっていう人に、<laughs> えー、<laughs> でも、今日もなんかあのセガの、セガサミの人とかね、えー、社長さん来てくれたんですけど、まあ、そういうなんか経営者とかも普通にやっぱりビジネス動画メディアって言い続けることで出てくれるので。何人か、ね、実績ができれば あの人出てるら<あ>みたいならそれはね、後藤さんのおかげさまは大きいです、うん、やっぱ後藤さんがはじめ、結構俺あの、攻めるラインと、うん、あとなんかこう、ちゃんとイメージ、ロンダリングするラインは分けてて、経済の森とかで後藤さんがすげえちゃんと大和証券とか、みず <laughs> ほら水保証券とかつ連れてきてくれるじゃないですか。ますしね ヒロミさんは堀江さん別に排除してないでしょ。堀江さんはそうかもしれないけど。<laughs> <laughs> 僕は好きですよ。<laughs> そう明日もう俺、俺ちょっとあんまり今日言,わ言うまいと思ってたんですけど、明日、うん、あの集まり経済のものベスト堀江んさんなんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですよね。いや、でもなんか<う>ね、なんかやっぱりあの高橋さんってこうメディア業界のこう一つの今、こう,なんか今こう 台風の目的になっいるところがあるのでで、あのー、いいですよねだこの数ヶ月ぐーっと吸引して、そこでこう実績が積み上がれば、次、自己増殖できる感じが、ブッキングの面であると思うので、いいんじゃないですか。そうなんかあの統一地方選中、政治家は辞めてたんですよ、候補者以外ああれ。あれでもすごかったよね、大阪のやつね。あれ、あれ、めちゃくちゃ大変でしょ、あれ。 だでも、あれ以外はね、あれ以外は政治家やめてたんですけど、ようやく復活して、そのコンテンツ出てきて、うん、なんか、あの、リハックスも結構面白くなってきて、なんか、いい感じになってきてるんですけどね。明日、ホリエモンさんとのな,な、何聞いたらいいかな、ちょっと、英樹さん、ホリエモンさんに何聞いたらいいですかまだ俺台本作ってねえかもしれないな、ちょっと。なん<や>で金髪にしたのかとか、ひどいんじゃないですか。え なんで金髪にしたのかとか聞けばいいんじゃないですか。<laughs> そんな俺 <laughs> フランクに聞けないよホリエモン。あ、そうですか。何聞くんですか後藤さんした。いやでもなんかいや私もそんなにた何回もあったわけじゃないけども、うん、あの人ってこうトゲトゲしいように見えるしツイッターとかでもトゲトゲしいと思うけれどもいざ、うん、普通に会うとびっくりするぐらいなんかこう、うん、丸い方というかこう。うん トゲがそんんななない方な気すするんですね人によるのかもしれないし、うん、あの15年前20年前はそうじゃなかったかもしれないけど、うんうん、だ,だから別になんか何も準備せず普通にまろやかに3人でトークすれば全然いい気はしてるというかなんか,かえって逆にこう事前にこれを聞こうとかこれを聞き出そうとかって構えてる方がぎくしゃくしちゃうような気がしますけどね。うん、ふわっっと入っていいいいけばいいんじゃなでですかそれであの 崩壊したらごめんなさいって感じで。何もまあ考えないでいきますか、じゃあ、明日は。いや、で、伊藤証になんかブロックされてる話とかをちょっとちゃんと聞きたいですね。え、何、何にああ。リエモンが株、大手株主になろうとすると、東証から文句が入るっぽいんですよね、上場企業。ああ、そういうなんかこう、いわゆるブラック的な感じの位置づけに勝手にされちゃってるってところが、やっぱ逮捕歴もあったりってことですよね。 でも別にその資本主義で誰が株買おうと自由なはずじゃないですか。うんうん、だから別に、あ買ったんだ、それで不運なはずなんですけど、なぜかそれがその、うん、企業側の方に、ね、そに、東証の方から何やかしらがあるらしいみたいな、ああいうところはちょっとその日本らしいその、本来価格がついてるものは誰買ってもいいはずでしょっていうのがそうならないっていうのが、ちゃんと聞けると面白いかなおう。し、うん、あそう,いうそういうのは確かにちょっと、まあ、ちょっと後藤さん、後藤さん聞いてください、それ、俺ちょっと。 <laughs> はい、あのまああの何でもいいですけどあの、うん、<laughs> まあたぶあのほっといても余裕あ一応90分ぐらいあの時間取ってもらってるんですけど、うん、あの勝手に90分終わっちゃうような気がしますけどなんか話足りないぐらいな感じで。 そうですね、うん。日経テレとめちゃくちゃ素晴らしい番組でした。高橋さんありがとうございました。ゆ木さん回も後藤さん回も大好きでした。っていうスパチャが1万5800円。えー、すごい。ありがたいよ、ちゃん。うん、あ、だから俺、これあれですスパチャくれる人もありがたいですけど、本当、この場を借りて俺言いたいのは、うん、まったりリハックのサブスクに入ってくれてる人ですよ。まったりリハックどうなの、えー、何にもして、ここまで更新しないサブスクもないよ、本当に。<laughs> あれ、なんか1年,1年会員みたいなのもあったよね。<laughs> いやこれ本当にね、1>, うん、1年間やって、その人たちはもう本当に、あのー、今んとこ、高橋、ぶちのめすって思ってるかもしれないですけど、うん、そうなんですよね、5月に 1> 1、うん。1年後、劇的にサブスク収入落ちるかもしれないよ。いや、落ちるでしょ、<laughs> 何にもしてないから、びっくりするぐらいや,いや。基本は無料メディアを目指してるんですよ。だから、うん、あの僕はじめ からその楽屋トーク的なことぐらいって言ってるんですけど、それにしてもひどいぐらい更新したかって、うん、ちょっと心を入れ替えまして、これ、うん、入れ替えたんです、私は。だからちゃんとやろうと、約束はしないですけど、今のところ思ってますし、うん、<あの> <laughs> 今度ね、あのー、なんかひろゆきさんとか川上さんとかとのこうトークの収録も、なんかその観覧の人、に感想とか言えばいいんじゃないですか <laughs> そんなの見たくないだろう、う<ー>見,見たいのかな。あでも、高橋ファン、結構多いと思うよ。うん、で、それだと、自家発電だから、全くね、時間とか、ブッキングとかいらないし。うん、いそんなのでいいからた、そんなのでいいんだったら楽しいから、いっぱいやりますけど。いや、でも逆に言うと、リハックにサブスクしてくれてる人って、うん、高橋ファンじゃない人いないんじゃないの 高橋さんのこと興味ないけど、うん、日経テレ東大学好きでした、サブスク序盤に応じますなんて人、あんまイメージできないです、ね、いや意外に、ひろゆきさんファンとか、ナイトさんファンもいて、で結構いて、うん、で、なりさんファンの、な何人かこう、まあ、有名なファンの方いて、名前俺なんとか認識してるんですけど、ツイッターで、なんか、最近成田さん全然出ないですよね。まあ、あ,あ,あれは高橋さんへの募金と思ってたね、みたいな会話さ。<laughs> 高橋に貢ぎたいわけじゃないんだけど的な人がやっぱり成田さんへのロイヤリティがなぜか高橋さんに入る構造になってるんだ。ありがとう、あ成田悠介、本当に。明日でも成田さんとちょっと面白い、成田さん、明日成田さん収録もあるんですけど、小野龍子さんの書って、ひろゆきさんと後藤さん、知ってます見ました、はいあの師匠が今、来日してる笹井さんっていうのは。 笹井さんと成田さんであの対談っていうのを明日たやるんですけどただ笹井さんって結構ご高齢だからあのー、元気にお話聞くの10分ぐらいらしいんですよお<ー>だから成田さんそこで何を引き出すかなっていうでもな成田さんに「それでもいいですか?」って言ったら「それでもお話ししてみたいです」って言うから<ー>だから何本コンテンツよくか,かんないけど<ー> <laughs> リハック史上一番短いコンテンツなっゃノーカットでずーっとちょっと見たい。30分間を <laughs> 確かに無言の20秒とかあってもいいかもしれないですよね。うん、無駄がない、その真っすら無駄じゃないっていう、でも、笹井さんのお言葉ってちょっと聞いてみたいじゃないですか。どちらかというと、今までその成田さんが人から話されて間を取る側だったじゃないですか。<laughs> 確かに成田さんの話し相手が間を取る側ってパターンはあんんまりない気がするんで、うん、空白に成田さんが焦るっていう絵を見てみたいですよね。<laughs> <laughs> それがもう10分ぐらいお互い黙ったなっていう謎の映像って <laughs> <laughs> 大丈夫かな盛り上がってない合コンみたいになんないかもい <laughs> <laughs> でもいや,やっぱあの2人が何語るのかってめちゃくちゃちょっと興味あるじゃないですか。うん だからそこはちょっと楽しみなんだよな。いつも楽しい動画ありがとうございます。うん、ドイツから応援してますって方がユーロです。よえ、嘘、うん、何ユーロですか何ユーロですか金の言葉書きでか聞いてもいいですか9 9九ユーロだったかな,なかかありがとうございます。うん、なんかいろいろ。まあと、ミケテルト大学残念ですが、お疲れ様でした。これからも応援します。明日付で転職するので、一言激励いただけると嬉しいです。スマャはひろきさん、ちょっと激励してくださいよ。 まあでも、定職決まってない,いんじゃないですか無職の YouTuber とかに比べたら全然。うるせえな。<laughs> <laughs> 定職頑張ってください、ほんとね。いろいろに参考になりますよっていうのが1000円のスパチャが来きましたね。いやいや、え、なんかう嬉しいですこ。え、そんなスパチャ飛んでるんですかな,なんでわかんすかそれ。あ、本当だね。な<や>んでわかんすかってあんたのチャンネルだよ。<laughs> うんえー、よく流れてきてた高橋あの、無職のなんとかゲーマーさんって人ですよね。<laughs> あそ,うあそういえばさか高、高橋さんなんかさ、あの、株式会社隣でこう、 あのスタッフ募集してたじゃん。あ、高橋さん、なんかミュートになってる、大丈夫。あれ、スタッフ募集してたけど、そもそも今、人繰りというか、キャパオーバー的な状況、どんな感じなのかとあの、募集してから人来てんのか、ちょっと教えてもらっていいですか。いや、これは本当にありがたいぐらい来て、うんうん、すごい。ただね、ただこれ、ちょっとやばかったのは、うん、オーバースペック。うん、は今、現状がね。ちょっとね、これ、具体的には言いづらいけど、 多分、日本を代表する、こう、三本の指の入る映画監督、アニメの映画監督っていると思うんですけど、こ、うん、の脇でずっと支えてた人とかしですそれ、俺使いこなせないから、その。宮崎駿を支える。<laughs> <laughs> それは鈴木敏夫ですか。<laughs> すご。まあ、何人かいるんそう宮崎さんとかさ、安藤さんとか何人かいると思うんだけど、新海さんか。の、その、なんていうのその、 脇で支えてて、こう、部分的に監督してた人みたいな人いるんですけど。えー、でもやっぱ採用力すごいんだね、こう、YouTube でこう、う一斉風靡するとね。ただ、まあ、前職の年収も聞いたんだけど、それも払えねえし、<laughs> すげえ高いし <laughs> <ー>。<laughs> とか、その、本当にすごいのよ、ね。NHK とかで、本当結構クリエイティブちゃんと頑張って、社員じゃないですけど、うん、なんか人とか、なんかね、ちょっとオーバースペック、うん、それこそなんか名だたるナショクラの企業、うん ののの中の動画のクリエイティブ全部責任者ですグローバル何とか経験ありますみたいな<ー>、えー、れます。あまりにすごすぎる人来てこんなんじゃなかったとかって言われてさられるのもつらいですしねこんなんじゃなかったしか提供できねえよ <laughs> <laughs> まあそのわりにはその職業経験のないニートとかも雇ってるじゃないですか <laughs> まあそういう子の方が気軽にあでも でね、何人か雇ったんですよ。雇った中でわ、うん、若い子を雇ったんですけど、映像経験なかったんですけど、うん、あ映像経験あるんだけど、ディレクター経験なかったんですけど、地方局のアナウンサーの方とか、うん、あなぜかやっぱ映像作り手に回りたいとか、メンズですけどね、メンズで。うん、とか、あとね、えっと、本当、それこそディレクター経験あった方とか、ジョインしていただくことにしましたけど。うんえー、今、総勢何人なの 当然今、発見も入れて5、6人で、その形入って10人ぐらいにしよう。うん、でも、やべえやべえ。10人だとまたキャッシュアウトブるン俺。2億ぐらい,い、しゃべな何も考えず取りまくって。<laughs> 本当、何も考えず取りまくってだ <laughs> <laughs> やべえなこれちょっと、皆さん、本当に気が向いたら、まったりリハックは入れるい、おこ遣かに言れる,る人入ってくる <laughs> でも、あれでしょう。やっぱ5、6人だと、<laughs> <laughs> きつかったんでしょ、こう、仕事回すのって。きつそうだなっていうのを、なんか、はたからかね<の>、断ってる仕事がいっぱいあって、うん、もう、本当はね、もうちょっとちゃんとこう、あのー、やんなきゃいけないお仕事もあるんですよ、稼ぐために。 うん、ちょっとなんかでも高橋さんさ、やりたいことが多すぎるのと、その多すぎるやりたいことをできるだけやろうとしすぎなんじゃないのなんか、やりたいことが100あったら、うん、20ぐらいとりあえず集中してやればいいの、うん、50、60ってなんかやろうとしてる感がある、うん、あの、不動産チャンネルとかね。いやー、後藤さんやっぱよく見てんな、うん、<laughs> 俺のこと。<laughs> <laughs> いやあの からもう金も時間もあり余って、体力もあり余ってたら、うん、あのイカさんのチャンネルやってもいいと思うけど、多分、ねうん、イカさんのチャンネルやれるほどには余裕ないと思うんだ。うん、イカさんはね、ちょっといろんな経緯がて。事情があるんだ。いや、うん、やったほうが、やったほうがいいっていうか、や,や,やったほうがいい。えがなくてもよくない別になんかあの今年の秋とか、うん、来年年明けてからとかでも別に良くない 一、ねまあ、かさんはやや趣味なのと、ちょっとね、あのタイミングでやんなきゃいけない事情があったんですけど、うん、そうそうそう、でもまあ、忙しいは忙しいね、そうすると。うん、でも、面もいですよね。うん、ひろゆきさん、だって、うん、今、ひろゆきさんと、いっかさんのチャンネルと、あれですよ、山梨放送でね、カムリ番組やってんだから。まあ、でもその後藤さんとか若新さんとかって、やっぱちゃんとまともなアドバイスをしようとしますよね。うん 高橋さん何言ったって聞くわけねえと思ってるんで。いやいや、聞くよ。聞くよ。今、今今ってもそこで別の話に変えられてますしね。あれは、自分でやりたいことやり続けて死ぬタイプなんで、言ってもしょうがないですよ。倒れるときは前っていうのが俺の思った。いやいや。え、似てるではタワー、成田、広い機械が好きでした。あ、そうだ、これ。 忘れてた。養老たけしさんと田原さんの対談仕込むんだよ。そういえば、今度、それ、面白そうじゃないな <laughs> お互いに、こう、話ずれててね、字幕いっぱい入る感じよね。<laughs> 俺はそんなこと言ってない、俺はそんなこと言ってないけど。はい、はい。そうだ、田原さんに連絡しないと。そうですね、田原さんの方が面白しかったですね。ういろいろ来てくれました。あ いや、ありがとう、えー。みんな、スパチャ担当になってますスパチャちゃんと読んでくれるんですよ、はい、さんね。本当だ。<laughs> <ー>いやいや。<え><れ>読んでもらうためにお金払ってるんでしょう。さすがで、日本で一番スパチャを集めてる男ですからね。いやいやいや、僕より集めてる人いっぱいいますから。<laughs> あナイトさんとヒロキさん、どういうこですかうん、相手を考えるのが実は重要かと。結構皆さんなんかアドバイスベースいろいろ、なんかお金くれるんですね。ありがたい、本当に。うん いやだからこんな感じでちゃんと全たリアックも高橋さんだけでやった方がいいと思いますよ。そっか、<ー>ちゃんとやるか。うん、あ生配信ってほとんどやってないの、このリアックって。まあ、でも今、1万人も見てるじゃん。すごいね。今、1万人、ひろきさん見てくれてますよ。9906人。うんどうせつ。日経テルト大学がなくなるっていうのは、一応100万人ぐらいファンがいたチャンネルがなくなりますからね。やべえ、今日日日経テルト大学なし、何もしてないな、今日なんか、まず歯磨いてないって話からま。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、でも、だからそんだけでも、あれだな、みんな、 ね少なくともひろゆきさんと後藤さんと俺はもう前向いてるってことだね。てかまあ別にみんな関係ねえか、うん、そんなのどういうまとめでもなんか本当に取れなそうなのってあんまないっすよね。うん、いやスダンノさんとかも来てるし多分ビッグダディも呼べるし、うん、多分八代亜紀さんもちゃんと呼んだら呼べそうな気がするし、うん、なんか今の高橋さんが本当に日経テレ東じゃないとできなかったコンテンツってあるのかなって考えると。確かに。 もうすで,そうでにほぼ8割型実現できてますよね、そうそうもう、ね。安倍首相ぐらいですね。<laughs> 石田首相はテレ東でも呼べなかったですかね、首相になってからはね。<laughs> うん、確かに。だかそれで言うと、こういろんなフェーズに事業って分かれると思うんですけど、俺なんか一回まず、第一フェーズは日経テレ東大学でやってたことを一回全部、もう一回ちゃんとね、よりパワーアップしてこう作り直そうと思ったんですよね。<laughs> うん、っていうとさこの間リハック旅やったのを最後に、 要は、ファンタスティック未来とかこう、スタートアップのラインナップも、経済の森も、えー、それこそ、まったりも、かぼりんもそうだし、一通り、あそこでできたことが全部できて、リハックタビも、意外に金算段も含めて、あのーまあ、できんだな、旅番組、自分たちで数百万ぐらいこう、なんか、あの多分できんだなと思ったから、別にテレビ局にいなくても、旅番組って作れるんだなって発見はありましたよね。 コメントで岸田首相の息子を呼ぼうっていうのがあって、<laughs> 超楽しみ誰かさ、岸田さんの息子の連絡先を知ってる人、俺にメールしてこないけど、れは <laughs> ダイレクトじゃないと無理だろうな。いや、言いたいことあるでしょって。いや、言っちゃか。別にあのなんか身内で、うん、あの階段で写真撮るぐらい、超どうでもいいと思うんですよね。ねひろきさん、どう思ってますか、岸田さん問題は。それそれそいや、だからその、あそこが土足で通るところを寝っ転がって写真撮るって、うん、何の問題もないじゃないですか。うん うん、だから本来その土足で入っちゃいけないところに入れましただったらそれはまずいんですけど、うん、別にそれぐらいの写真いいんじゃねって思うんですよね僕は。後藤さんは,ううは。いや私はいやあんまりあの写真にどうこう言うつもりはないですけど。あのー 報道によれば、なんか数ヶ月前にそのフジテレビの女性記者に情報をリークしてたっていう説があるじゃないですか。れこれが本当かどうか私知らないけど、そ,それが事実ならそっちの方がはるかに問題だと思いますけどね。なんか皇帝でふざけてたっていうよりも、うんうん、コンフィデンシャルをなんとなく流してたっていうのは、き極めて重要な、秘書官としてあるまじき行為だと思うので、まあまあ、その辺も全部報道ベースは真相はわかんないですけどね。安易に言えないですけど、まあなんかちょっと緩い人なんだろうなっていう気がしてますけどね。 うん、そこでほら、明日から無職ですよ、岸田さんの息子も。なんで会社辞めたんですか、出てくれるかな <laughs> 出たらすごいよ <laughs> 誰かし連絡先持ってる人、教えてほしいんだよな。<laughs> これで出たらも、次のまた別の問題になりますよね、そこまで好感無知だったら、僕はむしろ好感度爆上がりですよ。<laughs> あこのタイプね リハック旅はリハック旅 <laughs> 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 高橋さんってどんな場面でも愛嬌があるコミュニケーションをキープできる人だと思うんですが、どうやったら怒りをコントロールしたり攻撃的にならないようにできるのか知りたいです。確、うん、かあんまりカメラの前では怒ったシーン出さないですよね。裏でいっぱい殴ってそうですけど。いやいや、それ失礼なこと言うんじゃねえよ。<laughs> <laughs> あれだよね、別にそんなに、なんだ別に怒りをコントロールするのうまくはないですけど、あの、 なんだろう。まあ、少なくともカメラの前で起こる理由はないのと、あと、まあ、結構俺なんか人生諦め気味っていうのありますよね。うん、比較的諦めてるよ、なんかいろいろ。うん、<laughs> 確かにじゃねえよ<笑><笑>。でも高橋さんのテレ東の中での振る舞いって私は全然知らないけど、多少知ってるテレ東の人たちに聞くと、やっぱ評判いいですよね、うん、結構ね。あの後輩の人たちもこう、愛してる人が多いですよ、結構。 ありがたいよね。だそれが講じて、やリークにつながってリークをすぐペラペラ喋っちゃうから、やっぱ問題視されてるんだけど。<laughs> <laughs> そうなんだよな。いろいろありがたいですよ、うん、本当に。でもテレ東<う>なんかあれだよね。その高橋さんに限らず、全体的にこう、 あのー、信頼し合ってる人が多いような気もする。あ、でもそうか、でもいざこざも結構多いか、どうなんだろう。まあ、まあうそ、そうじて、そうじて、俺が聞いてる限りの普通の会社よりはいい会社やってるとは。うんうん、うん、なんかいい、いい関係の人がそこそこ多い気もする。うん、あのもちろん、いろいろストレスも溜まってるしね、あの報道系は特にいろいろ溜まってるような気もするけど。<laughs> うん、うん 全然いい会社なんかひろゆさん、今、あスパチェア持っとしてくれました、ひっとして。あまあでもその歯ぶら、歯磨きもしないし、服も着替えない人とか、なんか人間に好かれようっていうその、<laughs> なんか人間社会の中でいいところに行こうっていう願望がそもそもないっすよね、高橋さん。あだから俺、それ諦めたところの一個ですよ。別に人間にそんなに好かれようとは思ってないっていう。うん、だから奥さんにもあんま好かれてない。うん、だ,だかちょっと見てたらどうすんだよ、これ。<laughs> <laughs> <laughs> 本当によ。<laughs> 高橋さん、家庭はさ、これ、独立して3か月経って、家庭環境は改善したのうんあん、ま、あんま変わってない気がします。だから、その、横ばい。横ばい、横ばい。あっ、極めて横ばい。低位,低位横ばい。低空飛行で横ばい。まだ伸びしろある。難しいよ、そこは。そんなにすぐには改善しないから。 え後藤さんとかは家庭環境は上り坂なんすか、うん、あですも、うん、あの子供と付き合えるというか一緒にいれる時間も増えたのでいや妻に言ったらそじゃねえって言われちゃうかもしれないですけどだいぶよくなったと思いますよそこは自分で時間マネジメントできるから普通そうですよねだから時間マネジメントできるようになってるのにあんまり変わってない高橋さんが多分奥さんから見たらちょっとどうなのって感じですよね。<laughs> まあ俺の場合ほら一応正社員も一個やってますからね。 うん、だまあまあっていう言い訳に、ね。あ、ほん本当でも仕事がもう超好きなんですよね、多分ね。こう作品作る。好きだなやっぱ番組作る、作品作るっていうのが最大の快感なんでしょ、うん、やっぱ。うん。快感、うん、快感なんですよ。高じゃこの、この3ヶ月で瞬間最大風速一番快感来たの、うん、何の時この3ヶ月ですかうんあ。でもやっぱ俺、バラエティー好きだから、うん、リハック旅のロケは、 まだねあのん全部編集しきって、ね、全部完成しきってないですけど、うん、これシャープ1この間配信しましたと、うん、まあ楽しいロケなんですよ、うん、これねやっぱり4話5話ぐらいまで続くと思うんだけど結構深い俺これはギャラクシー賞狙えると思うぐらいいろんなあのねトーク若新さんもいいトークくれたりね地方まあなんかちょっと不謹慎だけど最近その地方のなんていうの,その農村の もうこう構造とか問題っていうのもたまに意識するシーンってあるじゃないですか。うん、社会的な事件見てたりして。うん、そういうことに関してのすごいなんかこう考察があったりとかあのい、いろんな問題を考えさせられながら地方旅して、それ,それはそれで楽しみながらいろんなことを考えていくってなんかリハック旅の新骨頂が結構発揮されていう、なんか、それはね、なんかやっぱりこの番組やっててよかったなっていうか、<ー>なんかどうだ、ひろゆきさんとかと、 組んで,でまあ自分が作ってじゃないとできない旅番組そ,それは日経テレ東だとちょっとできなかった要素もあるのかな日経テレ東大学のリハック旅もそうだったなであ,あんまあそれこそタレントさんねひろゆきさんもそうだけどタレントさんとかも、うん、ってあれ旅番組ってやっぱ金かかるんですよ数百万かかるから、うん、だけどそれをちゃんと数百万作って旅の映像を作るなんてやっぱテレビ局しかやんなかったです今までね、うん、YouTuber だって数百万かけないからただ、うん それをちゃんとしたクオリティで作れるんだっていうのを発見。で、それをなんかこう、ちゃんとね、<ー>ビジネスとして回んなくもないなっていうのは。すごい。うん、ちゃんとあれのなんかこう、スポンサーかわかんないけど、こう、金繰りはついてんのその数百万の。そうです。だからスポンサー、あれ、俺ちゃんとツイッターで明言してるんですけど、金せびりますよって言ってるんですけど。ああいろんなところで取ってんだ。<laughs> 連絡してきた人にタックルでですごいよね、その辺もちゃんとやれるのが。<laughs> <laughs> <laughs> ああリハックみんなで応援していきましょうっていうのは2 3531円のスパチャが。<laughs> あれですね。あと、高橋スパチャ読みサボらないで読め、楽天の株価についてどうですかって聞いてですこれこれ答えられないから、ヒロきさん答えてください。楽天の株価ってどうなんですか僕も全然知らないですけど、なんでこの人、楽天の株価にこだわってるんですかね楽天株価とかもやってるんですかからかなでも、ありがたいですよ。ハチミツサブロさん500円もくれた楽天の株価、ヒロきさんほら。 あでもあの地方の旅は割とあと再生数手堅いなと思うのが、うん、あの地方の人って自分の地方が取り上げられたものを見たがるじゃないですか。<ー>で言うてもその、やっぱ数十万人住んでる地方だと、それだけで再生数の瞬間風速じゃなくて、<だ>結構じ,じわじわとこと伸びそうですよね。うん だからあの日経テレ東の時にあに、地方の市長を呼んだコンテンツやった時に、割と再生数良かったんですよね。地方の市長だから、東京に住んでる人は全然知らない人たちなんだけど、多分その地方の人たちが見るんですよね。うん、その議員の人とか支えてる人とかも。なので、ああいう形で支えできるから、ユーチューブのコンテンツとしては結構、ありななんんだなと思ったんですよね、うん、そうなんだよな。あれ本当再生良かったし あんまりそうなんか地方の自治体の市長がなんか全国に配信されるプラットフォームで喋ってあ,あんまりないんですよね、機械ね。だからそういう意味で本当にやりがいあるなと思ったんだよ、うん、な,な。<ー> YouTube だとね、いつでも見れるからね、話題になったらじゃあ見てみようってできるしね、テレビと違ってね。うん、普通はだからそのまま消えないで残るからね、今回消えたけどね。あとやっぱ市長のノリもいいですよね。YouTube でこういう感じで、なんとなく分かってるっぽくて。 うん、あれ、高橋さんがツイッターで公募したのが富山だったのあれそうあれもう全国決めずに、どっか金くれそうなとこ募集中ですみたいなことを言って、うん、初めにちょっと1個メドがつきそうだったのが富山で、それ向こうから応募してきてくださったそうです、メールでくださって<ー>で、そこをきっかけにして富山に決めて、じゃ富山の中でもいろいろご協力させしていただきながらあの、ロケ先、全部じゃないですけどね、全部お金もらったわけじゃないですけど、<ー>あのまあ、なんていうんだろう。 いただけるとこはいただくし、いただけないとこはまあ取らないって決めてるときもあって、うんうんで、それはなんか、それでもやる意義があるっていうときは、あのいいただかないですよでもこれをさ、さっきの政治家と一緒でさ、富山の会がうまくいったらさ、ほかの,、うん、の自治体もやってみようってなるかもしれないし、2>, うん、2個、3個、成功事例出ると、もう、あの引っ張りだくなるかもしれないよね、うん、いろんな地域からね。でも、広木さん、アドバンいいよね。 <laughs> 多分後藤さんも引っ張りなことになりますよ、<laughs> ラストとして。<laughs> いや、これさ、いいのかな、これで言っちゃって、あれなんです、わかんないですけど、今度、だから、それをあの川上さんを仙台に連れていこっと思って。ああ、はいはいはい。川上さんも仙台ゆかりあんのなんもないですけど、なんか、川上さん、牡蠣とか食ってたら面白いかなと思って。<laughs> あの人ね、<laughs> 断りべただからね。<laughs> いい人ですよね、本当にすごい。い,本当にい,い人だ <laughs> そうなんだよな、ありがたいですね。いや、あもうなんか1万人もね、見てくれて、本当にありがたいんですけど、ワとト上等となってきたから、ちょっと最後、ちょっと聞いておきたいんですけど、ね、そう、ひろきさん、あと、あれなんですよ、まずね、まったりリハック登録していく方には、本当、まずこの場組を書いてありがとうございますなんですけど、いやいやマネタイズもしなきゃいけない、本当に。<お>マネタイズするにはどう、まあ、とりあえずこう、ね、メディアっぽい感じの作り上げしてきて、まあ、できてきてるんですけど、その先こう、こうどうしたらみんな、こう、 視聴者の皆さんもハッピーになってマネタイズできますかまあ例えばね、リアルなこう学びの場を作るとかっていうのあるかもしれないけど、どうどうしたらいいんだろうっていうのもね、俺、リハックも作るって言ったじゃん。ああれ<う>、どうなっ,てんったでお金は借りないでもなんか作れそうだったから大丈夫だったんですよ、うん、結局、考え方してたけだけど、なんか俺、本当失敗したのでリハックの見たことありますここにこう Q っていうのついてるの分かりますはいはい。いここね、うん、デザイン所。これ、うん、これかっこいいかなと思ってつけたんだけど、うん、つけてもらったんですけど、デザイナーさんに。 したら、うん、ここの部分だけで50万するんですよ。<laughs> <laughs> そんな高いんだ。なんかあれが、俺、キラキラ光ってみたいなのから、なんかプラスチックなんかわかんない、いい素材で作って、なんか俺、見積もりも見ずに、うん、全部もう、なんかいい感じにしてくださいって言ってたら、ここだけで50万かかって、本体がもう入れたらとんでもないことになるから、マネタイズしないといけないんだよ。っていうか、やっぱまあ、うん、そうですね、もうなんでも払っちゃう感じですもんね。 な、うんでもうそれも、も制作作業に始まってんのそれはこんな風になりましたって、そこの部分の写真が送られてきたんで、うん、<う>あ、うんそう,そうそうそう、だからもう作っちゃってるから、マネタズしなきゃいけないんですけど、あちなみに AKB の事務所にさっき投げた LINE は返事来て、日経テレ東大学のコンテンツ系連絡ありましたって言って。 一応、そのコンテンツの責任者に送ったんですけど、いえ、僕には連絡してないですねって来てるから、多分この人に連絡してないかもさっない。え <laughs> <laughs> えな。演者ンンに連絡する、しなきゃダメだよって言ってやめたんだけどな、俺な。してねえのか。ぐたぐたな感じで。うん。かま、下の子に言って。 たのかもしれないけどわかんないねこのコンテンツ責任者のところには行ってないですよねまあでも高橋さんもあんまりあれじゃないの、うん、なんかあの、うん、言っても多分聞かないと思うけど、うん、マネタイズマネタイズしない方がいいんじゃないの、うん でもさちょっとだって俺今年何回も言うけど1億いやそれはねあの1年通じて、うん、あの激しい赤になっちゃダメだと思うけど、うん、お目先のマネタイズのために奔走するとかどうやって金稼ごうとかってなっちゃうとなんか枯れちゃうというか、うん、なんか2年後3年後のアセットを食い潰すような気がするから。 会社としての、あるいはその従業員に給料を払うだけのお金は稼がなきゃいけないと思うけど、うんうん、あんまりこの1年の売上高をちょっとでも上げるために、いかにしてサブスクするかとか、うんうん、スポンサーつけるかとかやってると、な,なんかね、癒、うん、や,やしいメディアになっちゃう気がする、ね。えいいこと言ったことさん、2、3年後だからど、な何 2, いや、2> 2, なんか5年後、10年後ぐらい見据えたマネタイズだったらいい,、うん、い,いけどあ、それ、それ俺、俺が考えたいの、それ。 それ考えてないでしょ。それ何も考えてないから。1か月後考えてるでしょ。いや、絶対に、絶対に、ピボットの佐々木さんとかは、今は投資フェーズで、絶対マネタイズのこと考えてると思うんですよ。うん、まあ、俺も、いや、佐々木さんも投資フェーズだけど、佐々木さんとってやっぱりいっぱいお金ね、出資してもらってるから、1か月単位でマネタイズちゃんとしないときつい立場だと思う。だそれに対して、高橋さんって、人様からキャピタルもらってないわけでしょ。基本は。 うん、だからまあある意味悠々とやっていける立場なわけよ多分佐々木さん以上いやでも人様からお金を受け取ってないのに、うん、俺今年1億とか2億キャッシュアウトすることが決まってるいやだそうそうだからそこはキャ <laughs> 完全にキャッシュが <laughs> キャッシュが枯れ果てるとか従業員を路頭に迷わすことはやっちゃダメよ、うん、それは、うん、だそこは超えなきゃいけないけど、うん、なんかうんなななんか気持ち若干金金 って気持ちが傾きすぎてる。気がしなくもないけどね。うん、ちょっとか金の亡者になっちゃだめ。いやでもなってもいいけど、<ー>まだ3ヶ月でしょ。うん、あのある程度金は稼がなきゃいけないけど。 なんか金モードがオンになりすぎてる気がするけどな、<laughs> なんとなく。恥ずかしいじゃんよ、んどうですか、ヒロキさん,ん。メディアとして、いやしいメディアになるのはよくないよねって後藤さんは言ってるんですけど、うん、僕は高橋さんが人間としていやしいから、もう無理だと思うんですよ。俺、人間としていやしとか。<laughs> っていうかね。高橋さん、綺麗になったら客が離れちゃうかもしれないな。<laughs> はいや、その、い,いや、高橋さんっていう人間性も含めて、2ックなんで。<laughs> そうだな最後やっぱり俺が葉山の海の1列目に別荘建てるとこまでがちゃんとこう大事な俺の人生の目標だからなあ。うん、まあそうなんですよね。ちょっとまあかあの何て言うかね真面目なこと言うとやっぱなんかこうど努力した、ね、人たちが報われる社会っていのはいいなと思ってて、うん、でなんか一生懸命努力したら一生懸命金欲しいなと思ってそれは俺だけじゃなくてスタッフにも対してもそう思うんですよね。うん、っていう意味で言うとあの当然出演者の人もそうですけどね。だからまあちょっと 頑張ってなと思ったんだけど、ちょっと金はちょっと一回じゃあ、ちょっと一回、ひろゆきさん、金はちょっとやめておきますか、しばらくは。<laughs> はい, <laughs> <う>、うん、いや、もう、高橋さん、な何のアドバイスしてもどうせ変わんないから、<laughs> もう、一回、こうして反省するまでは、多ぶ人が潰れないですから、潰れないですから、何回言ってもあれですから。はい ちょっとす,すみません、視聴者の方からもいろいろねあの、質問いただいて、本当にありがとうございました。あのたまに、またちょっとあのあ、日経テレ東大学のね、本当に皆さんあの、ご視聴、今までありがとうございました。あ見たらね、見たら、白木さん、えっとね、この数字だけ言っとこうと思って、見たらね、うん、今日テストっていうさっき、皆さんね、見ていただきたいです画面になりましたと。うんうん、で、2億2393万回かな 2億2000<析>、うん、2 2万再生。すごっ。おが、ね、うん、一応こう、よかったよね。結構じゃあ、いい売り上げになってましたね。絶対なってたよな、これ。おかしいよな、これ。どう考えてもいろいろ。いろいろおかしいよな、これ。はい。<laughs> 彼でもいろいろ想像できちゃいますもんね。おかしいな、これ結構あるよな、これ。アセットとしての。 で、これさ、このチャンネルがいいのはテストって名前に変わってて、消え、なんて消滅してるわけじゃないけどこれが、しれっと何かの名前に変わって、この100万人を利用したビジネスが始まるかもしれないですからね。<laughs> <laughs> まあでも、そ,<う>それやって大炎上した会社ありますけどね。そうね。何の得にもなんないですよ、多分。<laughs> 残してますからね。いや、でもね、2億回見ていただいた視聴者の皆さん、本当ありがとうございましたです。引き続き、リハック、チャンネル登録していない人は、ぜひ、リハックしていただいて。 頑張ったりリハックね、サブス。ああ、すみませんね。何のサービスもないですけど、応援したい人はっていうことですよね。何のサービスもないですけど。たまには、でもなんかそこもね、楽しくするけを考えたいです。だから。今度でもあれでしょ、だからリアルイベントやるんでしょ。リアル、リアルというか観覧、観覧何人ぐらい入る当選者にはもうメール送ってますよね。送っちゃって、この場を借りてお詫びすると、本当に初期から応援していただいたのに、抽選に当選。 させてのなな、なさっていただけなかった方、いて、その本当申し訳ないですよ。何,何人ぐらい入るのそれも何十、60人ぐらいでしたっけ ?60 人ぐらいです。うん。そうなんですよ。いろいろちょっと、そういうこともいろいろ考えていきますんでね、本当にす。すいません、本当、ひろゆきさんも、後藤さんも、なんかやぶんですけど、どあの、なんか楽しい思い出ばっかでしたね。な,なんか、んかか日経テレトロの話、<laughs> ほとんどしてないけど。してない、してないが、多分、そのだ前もいたってことだね。ん <laughs> だって、高橋さん忘れっぽいでしょ。 やっぱあ富山で会った山田さんという人がいっぱい。お世話になります。<笑><笑>お世話になります。はい。すいません。あのということで視聴者の皆さんも引き続きリハックの方をですね、あの応援していただければと思います。楽しいコンテンツいっぱい出してきますんで。はい よろしくお願いします。本当、明日、明日寝坊しないでください。ね明日ホリエモンさんだからな。大事な収録。ここから打ち合わせですけどね。これ打ち合わせですからね。俺とひろゆきさんは。頑張ろう。よろしく頼みます。すみません。ありがとうございました。じゃ、大丈夫。大丈夫。大丈夫。ありがとうございました。はい。頑張ります。いいたじゃい。あ、なんか、また。打ち合わせは、また別のズームかなんかにします。 そうですね。打ち合わせの図もちょっと今、<い>あ、彼から来てるかも